はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ。今週はゲームは禁止した方がいいのかっていうテーマで喋っていきます。ゲームだけじゃなくて誘惑物全体に言える感じ、みんなにとって違うじゃん。ゲームが誘惑物の人もいれば、雑誌なのか漫画なのか YouTube なのかって分かんないんだけど、誘惑物を禁止した方がいいのかなっていうのが、学生からもそうだし、あと保護者の方からもね、ちょいちょいこう相談というか質問いただくので、僕はそれについて関連して思っていることを話していこうと思います。で、ちょっと本編に行く前に、先日動画にもさせてもらいましたけど、10月11日、みんないいかい？10月11日だよ予定開けといてね。夜のね9時半から、日本の YouTube ファンフェス、ね、日本ジャパンステージが行われます。でそこにね、私ビデオ出演という形にはなりますけど、ちょこっと出ます。ちょこっとねでもビデオ出演するのがね、川口春奈さんとあいみょんさんと、なぜかハイチっていう奇跡の並びでね、以上出させてもらいますので、ぜひぜひ二度とないからハイチが舞台であんな喋れるの二度とないから、ぜひ見てやってください本当によろしくお願いします。もう個人的にもね、すごいみんなのコメント楽しみにしてますんで、どうかよろしくお願いいたします。はい、ということで、媚びを打ったところで本編に行こうと思うんですけど、今回はね、その誘惑物、勉強にしても、うちらだったら仕事とかに関することですけど、やっぱりこう気が、ずっと集中できたらいいんだけどさ、気がそれちゃうんだよね。でそれのあまりにも気がそれるからさ、それを禁止した方がいいのかっていうところなんです。で自分はですね、禁止することもあるし、禁止しないこともあるんですよ。ただその場合によって分けちゃうんだけど、ただ、禁止っていう言葉があまり好きじゃなくて、自分、使わないようにしてて、特に、社会人の方ではなくて学生、みんなね、みんなに関わることを保護者の方、つまり大人が禁止をするっていうのはあまりメリットがないと思うんです。禁止って自分自身で決めるんだったら、俺有益だと思うんですよ。いいことだと思うの、自分で決める禁止は。でも他人から、決められる禁止っていうのはあまり効果がない、っていうかどっちかというと逆効果になりやすいって思っていて、だから親御さんがね、もちろんさ、その親御さんがゲームを禁止する理由はあまりにもしてるからっていうのが大体くっつくわけだから、もちろんその禁止されてしまった側、このケースだと子供側だよね、にも非がある、間違いなく。それは間違いないんだけれど、でもじゃゲームを禁止したところで、子供がゲームをしないで真面目ね、多分親御さんがゲームを禁止するっていう選択肢をした時点で、勉強をもっとしてほしいとか、そういった願いがあるわけよ。じゃあゲームを禁止っていう選択肢にした時に、その希望してる姿、勉強を一生懸命頑張る姿になるかって言ったら、99.9% ならないですよね。いや、もはや 100% ならないと思ってるけど、なんです。じゃあ意味がなくないって、何のために禁止したんって話じゃないですか。で、自分がね、その他人から、自分も他人から与えられる禁止は好きじゃないし、他人に禁止を与えるのも好きではないの、基本的には。でどうじゃするかっていうと、例えば誘惑物ね、あるけれど、でもその誘惑物って全てがデメリットかって言ったら、そんなことはないんだよね。だって気分転換になるもん、それが一番メリットだと思うんだよね。そう、だって24時間ずっと緊張感さ持って、ずっとなんかその一生懸命頑張んなきゃいけないっていうのは間違いなく違う。メリハリっていうのは大事なことだし、息抜きはすごく大事だからね。そうだから、俺もみんなに対して、例えばみんなの息抜きが何かわからないけれど、それは大事にしてほしい、その時間っていうのは。本当に息抜きするときは本気で息抜きしな、ちょっとカミカミだった、本気で息抜きしな、ね、その気持ちは持っててほしいので、息抜きするときはいいんだって、あと息抜きなんだから、その時間は、そうって思ってほしい。ただね、今回のケースで言うんだったら、自分は、自分もこれでもさ、人の子な、人の子じゃねえや、人の親なので、親やってるから、自分の子供にね、その親、子育てをする中で大事にしてることは、何かを禁止するんじゃなくて、自分でコントロール、それを誘惑物とどう付き合っていくのか、どう使っていくのかっていう方法を、やっぱり伝えてあげるというか、それを気づかせるきっかけ作りをしていきたいと思っているので、
まあ、それはさ、子供が大きくなればなるほどそれが難しくなるってもちろんあると思う。それが年頃だったり反抗期だったりもするから、うん、でもやっぱり禁止するっていうことが、うん、お互いにとっていいことがないからであれば、うん、なんか俺はいいよって言ってしまうのね。別にゲーム何時間してもいいよっていう。ただ俺はやることやったら、やることをやる、ん、やることを先にやるっていうのが子育ての鉄則にあるの、俺の中では。まあ、子育てっていうか教育の鉄則にもあるんだけど、だから飴と鞭、飴をもらったから鞭叩かれてもいいよじゃないんだよ。鞭を叩かれて頑張ったから飴をもらえるっていう、絶対後にご褒美が来なきゃいけないのね。それは人に、人にその鞭を叩かれてご褒美をもらうっていうのはもちろんそうだと思うし、でも自分自身もそうなんだよね。先に休憩をしたから頑張ろうじゃないと思ってる人、うん、でもまたそれもあると思うけどね。それが合ってる方もいるし、うん、あ、先になんかもう好きなだけゲームして、ね、もう OK ちょっといいわ、もうゲームお腹いっぱいだわ、じゃあちょっとやるか勉強みたいな、そのスタンスも俺はありだと思ってる、思ってるけど、でもやっぱその前にやることやって、うん、そっからゲームっていう、ゲームが分かんないけどね、うん、自分の、息抜きというか誘惑のものに行ったらいいんじゃないかなって思ってる、うん、かな。でそれは、うん、まあ実際さ、自分の子供がね中学生とか大きくなった時にそれが通用するのかって言ったら正直分かんないです。で先輩、ママ、パパ、みんなのこれをね聞いてくださってる保護者の方は俺よりも先輩だから、みんな先輩、パパ、ママだから、何を言ってんだあんたはと、それは無理なのよと、そんなん叶わないよって言われるかもしれないけど、でも俺自分が塾講師やってて、まあ塾講師の時もさ、俺はまだペーペーで分かったけど、でも自分の生徒は本当に自分の子供のだと思ってたからね、まあ、まあ年齢的には弟とか妹にが近かったけど、で本当に自分の子供のように思ってて、でまあ、本当の親じゃないからさ、第三者っていう絶妙にいいポジションにいるから、だからこそ伝わることもあったとは思うんだけど、でもまあ自分はうまくそこはやっていける気がしたんだよね、子供たちと話をしてて、うん、だからまあなんか親御さんにね、もしそれを伝えるんであれば、ごめんなさい携帯なちょっと何かを伝えるんであれば、禁止っていう選択肢ではなくて、まあ、とことんやらせるってのもいいかもしれないんですけど、うん、ちゃんとどっちも与えてあげるっていう、無知だけにしちゃダメだなと思うんですよね。無知だけにしちゃったらやっぱ潰れちゃうし、その子は、うん、とは思ってます。で子供たちみんな自身にしても自分をコントロールするんであれば、まずやることをやるっていう、でやることをやるって口にするのは大事なんだけど、行動するのが非常に難しいのね。そう、でもやることをやるっていう時のポイントが1個あって、やることってあるじゃん、それが何なのっていう、それが明確にするの、それをちゃんと明確にする、そこを曖昧にすると、やることが曖昧だから、やったかどうかが曖昧になる、全部が曖昧になるから、曖昧に終わったと思って曖昧な状態で休憩に入るから、全てがなんかこうグダグダになっていっちゃう。なので今日やることって何なの、まあいろんな話にちょっと飛んじゃうけど、例えば学校がある日だったら、その日ね、その日家に帰ってから勉強することっていうのは絶対学校で決めてこいっていうの、俺は学校で決めてこいって、家に帰ってから決めるんじゃねえぞって、だから学校で今日はこれやろうって決めたら、それがやることなんだよ。でそれをやったらいいじゃん、もうね、別にゲームしようか何しようかっていう。そうなんだっけ、なんだっけ、メンタリストの DAIGO さん の, あの弟さんのね、松丸くん、自分ちょっとなんか仲良くさせてもらってんだけど、松丸亮くんね、謎解きの松丸くんよ。で彼確かテレビかなんかで、ね、松丸くんめっちゃゲーム好きなんよね。でも東大さん、だ 東大さんって東大じゃん言ってるんだけど、もう朝までゲームしてるみたいな日もあったぐらいな。でそれもさ、いっぱいいると思うよ。だって俺の高校の同級生、俺うちの高校ってさ、偏差値俺が入った時52か53ぐらいだったんだけど、すごい進学校に変えていこうぜっていうちょうど時期に入学したのね。で俺らの代に多分ね、後にも先にも一人だけしかいないんだけど、東大合格した子がいたの、現役で。俺3年間うち2年間同じクラスだったのかな。そう、かくちゃんっていう、そう、かくちゃんが東大受かったんだけど、かくちゃんめっちゃゲーマーで、そう、確かね、当時ね、ドラクエかね FF どっちかが出たんよ、俺らがその
高校にいた時に、あ、ごめんね、ロールプレイングゲームってやつなのよ。ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーって多分女の子とかでも聞いたことある方はいると思うんだけど、それをね普通にね、めちゃくちゃ課題とか多かった高校、めちゃくちゃ多かったんだけど、ほんと2日とかで全クリしてくんの、かくちゃんえマジみたいな俺もゲーム大好きだから結構、まあバイトとかもしてなかったし部活もやってなかったからさ、もう速攻家帰ってそうめっちゃゲームしてさ、もう1時とか2時までゲームして、やべえ明日6時起きだからもうそろそろ寝なきゃっていうような生活をしてて、でも1週間以上かかったんよ、全クリス全部クリアするまでにね。かくちゃん2日みたいなえみたいな、どえみたいなでもいるんだよそれで。もその子だって当然だけどめちゃめちゃ学年でもトップクラスに頭良かったし、ほぼ1位だったから、かくちゃん、そうだからさ、まあ、松丸君とかにもかくちゃんの話を出したんだけど、じゃあその子たちからゲームを奪っ、まあそれはさ結果出してるから奪うっていう選択肢はないかもしれんけど、でもゲームとうまく付き合ってるわけじゃん。だから自分の中でそのゲームとかっていうポジションに関してをうまく生活の中に入れてるんだよね。そうバランスよく崩れないように、まあ、もちろんかくちゃんの2日間に関してはバランス崩れてるかもしれないけど、でもそんな2日だけじゃん、それを全体的に広げて、ね、大きな視野で見た時にはバランスが何も崩れてない。だってテスト結果悪くなかったもん、かくちゃんずっと表彰されてたし。そうだからみんなも例えば誘惑物があってさ、それをその禁止した方がいいのかなって思って、それが自分で禁止、最初も言ったけど自分で禁止するのは悪くない、いいと思うの。自分が腹くくって禁止するって、よくなんかさゲームを封印するとかさ、テレビを部屋からなくすっていう子いるじゃんか、いいと思うんだよ全然、それは自分で決めたことだから。でも心の中にどっかさもう引っかかってる状態で、それ腹くくれてないんよね。だったらその禁止っていうところまでいかなくていいから、もう共存、誘惑物と共存していく道っていうのはありだから、それで結果出るから別にっていうのは思っててほしいなと思って、いいかな。なんでまあ今回ね、伝えたかった、一番伝えたかったのは、禁止っていうのは自分でする分にはいいと思ってる。でも他人からやっぱされる、みんな自身はまだ禁止をされる側が多いと思うけど、これから大きくなってって禁止をする側にもいつかなるわけ。その時に覚えておいてほしい、人が他人にする禁止っていうのはもちろんやらなきゃいけない場合もあるし必要なことではあるんだけれど、うまくやらないとお互いにとって逆効果になる、何も生まない、そう刺さらない、相手にいい方に刺さらないからっていうのは覚えててほしいし、うん、今みんな自身が、まあ、そういう状況に置かれていたらそういうようなことが考え方があるんだっていうのは思っておいてもらえたら嬉しいです。はい、ということでございます。はい、あれです全然関係ないんですけど、多分これのダラダラジオの後に多分半沢直樹があるんですよ。私半沢直樹ハマっておりまして、今期はまあね前夜の日本中で結構流行ってますけど、で、まあね、10時から生放送あるんでタイムリーには見れないんですけど、自分はそう終わっちゃうなっていう悲しみを最後に言いたかったごめん、全然見てない方はさ全く響かないと思うんだけど、はい、っていうね、なんかちょっと楽しみがなくなっちゃいますけど、その分ね生放送とかもやってそれを楽しみにする、まあ、いろんなこと楽しみにするね、頑張っていこうと思いますっていう俺なんでこれ喋った最後いらんかったな、まあ、ごめん。はい、という感じで今週のダラダラジオは以上でございます。またね来週何か喋っていきますので、よかったらそっちの方も聞いてみてください。では今週のダラダラジオは以上となります。またなんか2回同じこと言ってない、ごめんね。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。